月6日日本時間5月7日に米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルスドジャース対マイアミマーリンズの一戦でドジャース大谷翔平がホームランを放った瞬間にスタンドのファンたちが見せたリアクションがネット上の野球ファンの間で話題となっている。1回表にドジャースがいきなり2点を先制され迎えたその裏のドジャースの攻撃、ドジャースはまず先頭の1番ムーキーベッツが四球を選んで出塁し、無視一塁と反撃ののろしを上げると、続く2番大谷はマーリンズ先発ロデリー・ムニョスに対し、じっくりとボールを見定めながらカウント2から2とした上で、ムニョスが投じた5球目、外角高めいっぱいのところへと投じたストレートを大谷はフルスイング。すると、打球は瞬く間にセンター方向へと伸び、そのままバックスクリーンへと飛び込む同点アーチとなった。現地の中継カメラが捉えた別角度からの映像では、大谷がスイングし、凄まじい打球音を立てた瞬間のバックネット裏のファンたちの様子も映し出されていたが、彼らの多くが打球音の瞬間に目と口を丸くしながら、高速でセンターへと飛ぶ打球を必死に追おうとしており、中には早くも着弾を確信して立ち上がるファンも、いつホームランが出てもおかしくない打者である大谷であればこその一コマとなった。こうした大谷の一撃とその場に居合わせたファンたちのリアクションに、ネット上の野球ファンからはびっくりしすぎ W、 同じリアクション取ってる W、 現地ファンの顔芸凄まじすぎ W、 外野のファンも全然届かないのに手伸ばしてた W といった様々な反響が巻き起こっている。